プライスでの製塩所プライスは、オーストラリア連邦南オーストラリア州にあるロカリティ、及びタウンシップ。ヨーク半島地区評議会の管轄区域にあり、州都アデレードの北西1 3 1トルに位置する。プライスは1882年8月3日に、町の発足を宣言した。主な産業は、小麦栽培と製塩業である。 声援は沿岸部の塩田で生産される。またプライスの塩は日本に輸出され、博多の塩の原材料となっている。観光施設は限られ、1886年創業のウィートシーフホテルやキャラバン公園くらいである。沿岸ではないが、プライスは身を縁取るように、ビルクリークと呼ばれるマングローブが茂り、セント・ビンセント湾につながっている。ビルクリークは良好な避難港であり、 調整率の初期の頃には袋詰めした食塩や小麦の異質工として利用された。今日ではバラ積み貨物として陸送されている。2006年の国勢調査によるとプライス及びその周辺人口は256人である。ありがとうございます。